長丸コガネ金雲アーギローピー,イーミラはコガネ金雲かの雲の一つ。長コガネ金雲の腹部をやや寸詰まりにしたような姿の雲で南西諸島で普通に見られる。オスは降雪後にメスに食われ、そうでなくとも二度目の降雪で死亡することが知られている。有生体体長はメスで20から25ミリメートル、オスでは4から6ミリメートルで、大きさはコガネ金雲と、 同体からやや小柄な程度の雲である。メスでは、背光が淡褐色で、銀色の毛が一面に生え、腹部は丸みがあり、その背面は紅白色から黄色の地色の上に細かな横縞模様がある。この王線は、腹部の後方では波状になり、また黄色い縁模様で切れ切れとなり、また前後の黒線が連絡したようになる。オスは、 本属多種のオスとほぼ見分けがつかない。和名については説明されたものは見ていないが、長子がグ雲に似ているが、腹部が長くなく、丸みが強いことによると思われる。沖縄では、永キクーバーなどの名で呼ばれる。網に止まる、メス生太平地の草原に生息し、草地や農耕地、樹林地の草や、低木の間に網を張る。網は、標準的な縁網を垂直に張り、 クモは網の中央に定位する。網の中央に X 字型の隠れ帯、あるいはその一部を省略したものをつける。成虫は3月から11月まで見られる。産卵期は9から11月で、網の近くに目の荒い不規則に糸を張った網を作り、そこに乳白色から茶褐色の卵黄をつける。メス生体の網の裏側にいるオス生体本種については、 降雪時の雌ゆの行動に関して、興味深い事実が知られている。降雪後のオスが必ずメスに食われ、それもメスが襲う場合だけでなく、降雪終了後に、オスが自身の原因で死に、それをメスが食う、というものである。本種のオスは、メスより、はるかに小さく、成熟後は自ら、網を張らず、メスの網に居候して、公設の機会を待つ。メスが受け入れた場合、 オスは一体あるフレシの片方を使って交接し、生子をメスの生殖孔に受け渡す。本種では交接後にフレシの破損等はないものの、交接にはそれぞれ一度しか用いない。一度の交接で片方のフレシを使ったオスは、すぐにメスから逃れるが、その際にメスに攻撃を受け、食われる例が少なくない。それ以前の異ソー生活中や求愛中に、 メスが攻撃する例はほとんどない。この1回目の交説でメスの攻撃から逃れた場合、そのオスはもう一度同じメスとの交説を試み、その際にはメスがこれを必ず食う。しかも1回目の交説でメスの攻撃を受けたオスは激しく動いて逃れようとするが、2回目では無抵抗に食われてしまう。つまりオスは必ず交説したメスに食われる。 これについて詳しく調べた結果、2度目の交雪をしたオスをメスから人為的に話した場合、2度目の交雪の時間が60秒に達するとオスは交雪したままに死ぬことが明らかになった。これはオスの交雪回数のみで決まり、メスの交雪回数は無関係であった。さらに交雪前にオスのフレッシュの片方を切断した場合、そのオスは1回目の交雪で死んだ。 つまりオスは何らかの原因で自分がこれ以上、交雪できなくなった場合に死ぬようになっていると考えられる。なお、一回の交雪でオスはメスが一生産卵する卵を受精させるだけの十分な精子を注入することができる。つまり二回の交雪は必ずしも不要なのだが、それでも二回目を行う理由としては、メスが複数のオスと交雪を行うことが挙げられる。 つまり、より多くの精子を注入することで、自身の精子が使われやすくなるためと思われる。また、コガネグモ類に限らず、メスが最終脱皮の直後に、オスが降雪を試みるのはよく見られることで、これは脱皮直後は、メスの攻撃能力がとても低くなり、つまりオスにとって安全だからと考えられる。本種もそれが観察され、 しかしその場合にも2回目の降雪の後にオスは死ぬという。このような共食いの意義として、メスにとってはある程度の栄養補給になることが考えられるが、オスの体が小さいため、それがどれほど意義のあるものかは疑問である。ただしどうかで別属のニワオニグモでは、オスの体内にメスにとって重要な栄養素がある可能性が示唆されている。逆にオスから見ると、 この種の場合、オスの体格が小さいため、別のメスの網を探す際に捕食者に襲われるリスクが大きい可能性があり、新たな交雪相手を探すことのできる確率が少ないため、交雪することのできたメスに自身の全エネルギーを投資することが最善の戦略であるということが考えられる。このように2回目の交雪後のオスの死は生理的に決まっているもので、メスによる オスの接触を保障する仕組みとなっており、遺伝的に組み込まれた一種の交尾戦略と思われる。いずれにせよ、交雪の最中、あるいはその後に、オスがメスに食われる、という事例は、クモでも、それに、昆虫でも見られるものではあるが、オスが、生理的に死亡し、その体をメスに与える、というのはそれまでに、 例のなかった極めて得意な性的ともぐいの事例である。日本では南西諸島の奄美諸島から南、沖縄諸島、宮古諸島、八重山諸島、大東諸島に見られる。国外では台湾、中国、インドネシアからインドにかけて、それにバヌアツで知られる。本種の属するコガネグモ属は世界に80種ばかりがあり、日本には7種が知られるが、 メスの場合、腹部が丸みを帯びた形で、黄色時に細かい横縞模様というのは、本種だけであり、容易に区別がつく。模様の上では、長子金雲エーブロイニチが似ているが、この種は明らかに腹部が縦長になっている。オスの場合、本属の雲は互いによく似ており、生殖器を確認する必要がある。人家周辺や二十でも普通に見られるものであり、当然ながら、 外虫を食う液中ということになるだろうが、具体的に取り上げられてはいない。以下、主として、小野編長、P425 やギヌマ、P114 ギヌワン市教育委員会、P62、なお、クーバーが雲のこと。以下、主として、小野、尾形 P510 以下、主として佐々木、P300 小野編長、P425、小野、尾形 P510 以下を含め、おの編ん P425。ありがとうございます。